使う時に意識してほしいのは、はい、直訳とは違うっていう点、うん、なんていうか文法分かってますアピールがいるんですね結構。そうですね、文法しっかりこういう理由でここがこれにかかっててこういう訳になる。武田塾チャンネル。ついに来ました、ついに待望の。何ですか待望の。英語です。おお、英語来ました。武田塾でもね、はい、英単語の覚え方からやっぱり、はい、塾の基本理念ができてるわけなんで、うんうん、やっぱり受験生の多くはね、はい、英語と数学早くしろ早くしろとね、はい、思ってると思うんでですね、まずはちょっと英語の方をね、はい、しっかり喋っていこうと思いますので、はい、よろしくお願いします。では続いて、はい、英文和訳に行きたいと思います。はい、和訳ですね。これは解釈の時にもちょっと話したけど、はい、解釈と和訳はやっぱちょっと違うよと。違うんですよね、これ結構混合してる人多いと思うんですよね、うん、はい、なので、はい、和訳は和訳でルールなり採点基準っていうのがやっぱりあるから、はい、それに沿った勉強っていうのはしなきゃいけない。で、まあ、なんだかんだやっぱり国立で和訳英作の出題率はすごく高いので、はい、国公立志望の人はやっといた方がいいだろうなっていうふうには思いますね、はい、絶対必要ですねこれは、うん、はい、で使う参考書は英文和訳演習、うん、で出ました。これがあの入門基礎中級上級とあるんだけど、はい、まあ、入試として使うレベルであれば基礎から中級上級まで、はい、なるほど。入門はまあ本当に訳せないなって人が練習でやっておくにはいいかなっていうレベルですね、分野別ってレベルではないかなって感じですね、うん、確かに、はい、で、はい、宮廷レベルの和訳、特に京都大学の和訳に関しては上級やった方がいいと思うんだけど、はい、それ以外の国立志望であれば基本中級までで十分かなっていうふうには思います、うん、いやでもこれ中級でも結構むずいですよねこれ。いや中級マジむずいですよね、はい、基礎でも、はい、あの和訳問題 の簡単なのは結構解けちゃいますし、そうですね、中級やっとけば大抵の国立問題の、はい、国立の問題は解けるだろうっていう、はい、なので、はい、うん、さらに、なんていうか、いいのが、これ、間違いの回答も書いてくれてるじゃないですか、はい、結構、はい。回答例なんですね。最初にそれが間違いってことに気づかず、え、こんな回答でいいのとか思ったら、実は罰ついてんじゃねえかみたいな。よく回答例が正解だと思っちゃうんですよね。思っちゃう。あるあるですよね。はい。うん、で、見ていてもらえば分かると思うんだけど、はい、どういうこと書いちゃいけないのか、どういうこと書かなきゃいけないのかってことをすごく詳しく書いてくれてるんですね。はい。はい、詳しいって言っても、やっぱりコンパクトにまとまってくれてる。うん、だから、なんていうか、そこまでこう1から10まで丁寧に説明してくれるわけじゃないんだけど、必要な要素を全部喋ってくれてるって参考書なんで、はい、レベルは高いけど、はい、これに挑めるレベルに対して使うとすごく使いやすい教材ではあるかなっていうふうには思いますですね、はいはい、で使う時に意識してほしいのは、はい、直訳とは違うっていう点、うん、そうですね、なんていうか文法分かってますアピールがいるんですね。そうですね、文法しっかりこういう理由でここがこれにかかっててこういう訳になるみたいな全部書いてある。和訳問題っていうのは訳が見たいわけじゃなくて、はい、訳す過程で、はい、なんていうか文法に沿った訳ができてるかというか、そうですね、こいつ分かってるのかが、うん、採点基準を満たす回答になってるかが大事なんで、はい、それはやっぱね和訳と日本語訳が違うっていう点をちゃんと意識しないといけないんで、はい、例えばこういう参考書を使わないと、うん、あ、こういう書き方しないとやっぱ点くあの引かれるんだなっていうのが分かんないんですよね、うんうん、なの で, です、まあ、和訳出る人は中級まではやっておくことをお勧めします、はい、上級は、過去問解いてみてそれでもきつかったって人向けのものですね、はい、はいですね、はい、では、はい、続いて、はい、難関長文というね、難関長文、長文はもう総計までで散々やったじゃねえかって話なんだけど、はい、まあ、それ以上のレベル、それこそ、うん、まあ、旧帝大レベルとか、はい、あとは総計でも難しい学部、はい、なんか特殊なめっちゃ長いものを出す SF シートですね、はい、山口先生、はい、このね、今回の動画でも紹介したような、はい、まあ、いろいろな勉強法とかさ、うん、各教科の参考書とか、はい、うん、いろいろ受験についての情報とか、はい、めちゃめちゃいろいろ載ってるサイトあるじゃないですか。ありますね、あの逆転合格 .com ってサイトなんですけど、はい、それがね、こちらから、はい、飛ぶことができますね。こちらですね。で、まあ、これ見てもらえれば本当に武田塾のやり方全部書いてあるんで、はい、だちょっとね文字だと辛いなって人向けに動画もありますね、はい、この武田塾チャンネルっていうね、はい、こちら、そうですね、この登録がこちらですよね、はいはい、こちらに行ってもらえればね、あの過去の動画も全部見れますので、はい、うん、ぜひ見てもらえればと思います。です、うん、中井さんもう一個ありますよ。お、さらになんとこの下、うん、あ、下、ね、はい、はい、コメント、あ、そうだね、ね、はい、うん、この動画を見て、なんか疑問に思ったことは、はい、もう僕ら一つ一つ返していきますんで、はい、もう皆さんもう、ね、続々とコメントしてもらえればと思います。はい、はい、